はいどうもこんにちは、ランタンです。元 AKB48 の指原莉乃さんが、なんと、女性用風俗店を利用したんじゃないかってことがネットで騒がれて話題になってるんだけど、まあ、これ聞いてね、嘘だろと。だって指原莉乃さんって言ったらさ、めちゃくちゃ綺麗だし、スタイルもいいし、頭もいい。そして、一流芸能人なわけですよ。まあ、こんな方がね、まあ、俺も女性には性欲あることはわかるし、そういうね、女性の性欲を満たすような風俗店があることも知ってるけども、あの指原さんがさ、それを利用する意味もわかんないし、まあ、他の芸能人の名前も上がっててね、大沢あかねさん、劇団ひとりさんの奥様である大沢あかねさんとか、品川庄司さんの奥様である藤本美貴さんとかの名前も上がってるわけ。いやいや、こんなそうそうたるさ、綺麗な方がね、女性用風俗店を利用する必要性を、感じないわけですよ。ところがこの情報の出どころを調べていくと、どうやらガチっぽいぞっていうんで、皆さんにね、詳しくお話していきたいんですけども、これなんでね、こんなことがネットで騒がれ始めたかっていうと、元 AKB のね、篠田麻里子さんが今、不倫をして、まあ、泥沼のね、離婚劇を、まあ、法廷で繰り広げてるわけですよ。その法廷のね、まあ、裁判資料で、として篠田さんの不倫をね、その証拠とする LINE のスクショっていうのを、まあ、夫側が裁判所に提出したんだけども、そのスクショの中に、指原さんが女性用風俗を利用したんじゃないかっていうのが分かるような内容がね、あったわけ。これがネットに流出しちゃって、まあ、思わぬもう流れ玉だよね。流れ玉を大沢あかねさんとかね、指原さんとか、藤本さんとか食らってるっていうのが今のこの状況なわけ。で、このね、LINE のスクショっていうのは、篠田麻里子さんが、久保田さんという方と、まあ、LINE のやり取りやってるんだけど、この久保田さんという方はどんな方かっていうと、元 AKB48 のね、運営とかやってた芸能プロテクションの社長なわけ。元社長なわけですよ。で、今は、女性用風俗店の顧問をやってる方なのね。まあ、この方はだからね、もともと AKB の運営やってたから、指原さんとも篠田さんとも、まあ、つながりがあったわけですよ。ね。で、このね、久保田さんが、篠田さんとのやり取りの中で、指原さんが女性用風俗を利用してるような内容を示唆するような内容があったわけ。これが、もうね、久保田さんっていうともう、まあ、そういうね、女性用ね、東京秘密クラブ、東京秘密基地っていう女性用風俗店の、もう顧問やってるわけだし、AKB とのつながりもあるっていうので、まあ、この LINE のやり取り見る限り、これま、本物だろうと。だから指原さんが女性用風俗を利用したのは多分、ガチだろうな、と俺は思うわけ。ただですね、大沢あかねさんとかは篠田さんの LINE で名前が出ただけだし、まあ、藤本さんに関してはね、ガーシーがね、ちょろっと言っただけなんで、まあ、この二人がね、女性用風俗を使ったかどうかは、ちょっとこれはグレーだけども、まあ、指原さんは限りなくね、まあね、使ったんだろうなっていう感じは俺はしてるわけ。でね、LINE のやり取り見るとさ、本当にすっごい良かったと。まあ、風俗店使った後にね、指原さんがね、再&コーみたいな、最高ですみたいなこと言ってね、自腹でやりたいとか泊まりたいとかさ、で、あげくね、久保田さんがね、このエロ娘が、みたいなことをやりとりしてるわけですよ。もう最高に面白いなと思って。な、これね、まあ、総括していくと、じゃあどうかというとね、まあ、指原さんに関して言えばもう独身だし、まあ、俺はね、まあ、指原さんがそうやって女性用風俗店を利用するっていうのも、なんかかっこいいなっていうか、まあ、俺は別にそんなに、なんだろうな、好感度も下がんなかったかなっていうのが、ま、僕の意見。で、大沢あかねさんに関して言えば、まあ、夫がね、まあ、言ってしまえばさ、劇団ひとりさんでしょ？まあ、劇団ひとりさんもかなり変態だからね。まあ、俺は、なんかね、あの、劇団ひとりさんとなら乗り越えられるだろうな、と思うわけ、今回の騒動も。まあ、そんなダメージないだろうなと。で、藤本美貴さんが一番やばいかなと。まあ、品川庄司さんとの仲ってのもちょっと、と思うし、まさかね、そういうイメージミキティに全くなかったし、好感度高かったから、まあ、逆にね、藤本さんが一番痛いかな、とか思うわけ。で、このね、俺もね、この女性風俗今回ね、いろいろ調べたんだけども、すごいね。あのさ、ファンマってわかる？ファンマわかんないよね。ファンマって、ファンタジーマッサージの略なんだけど、そのファンタジーマッサージと、ま、アロマこうマッサージみたいな感じでマッサージすると。いや、なんかね、女性風俗店もそのかなり女性の要望を聞くと、だからキスはしていいのかとか、一緒にお風呂入るか入んないかとか、なんかそういう、なんかいろいろなんかアンケートを最初に取って、その女性が好むプレイをするみたいなの。で、挿入はしないんだけども、払い気っていうテクニックがあるらしいのよ。わかる？払い気。払い気って、腹で行くってことなんだけども、どういうことかっていうと、挿入はしないんだけども、お腹をね、刺激することによって、もう挿入してるときと同じような刺激を、膣内に与えると。
って活かせるっていう、払い切っていうテクニックを持ってる、まあ、セラピストがいるらしいのよ。おそらくね、まあ、指原さんもそういうセラピストをね、まあ、利用したんじゃないのかなって勝手に思ってるんだけど、だから、ファンマとかね、ファンタジーマッサージとか、アロママッサージとか、払い切テクニックを、まあ、やって、まあ、女性もね、そういうふうな、なんだろうな、性欲を、まあ、発散すると。まあ、しかもね、かなりイケメンなわけですよ。ね、優しいしね、まあ、だから清潔感もあるし、だからまあ、女性がね、まあ、俺は別にそういう風俗店行くのも、まあまあ、時代としてはありなのかなとか思いつつね、まあ今回ね、これ出たのがクリスマスイブなわけですよ、このね、ネットで騒がれたのが。聖なる夜にね、こんな性事情をね、暴露されてしまってね、なかなかね、指原さんの、まあダメージはあるだろうけども、まあね、どうなんだろうね、今、指原さん、どんな気持ちだ。で、指原さんの最近の YouTube チャンネル飛んでコメント見たら、やっぱ結構荒らされてるわけよ、やっぱ。このエロ娘がとか書かれてたりさ、サイ&コーとかね、書かれたり、結構いじられてんだけども、まあ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 、ノーダメじゃねえかなって個人的には思ったりします。まあね、久々の動画はこんないきなり下ネタの動画でね、まあね、びっくりされた方もいらっしゃると思うんだけど、まあね、ぼちぼちまたね、いろいろ僕も時間できるようになったんで動画の更新してみてきます。やっていきますね。よかったらね、チャンネル登録とグッドボタン、また公式 LINE の登録、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。それではね、また違う動画で会いましょうね。バイバイ。